放送に先駆け、出演者がドラマの魅力を熱く語ります。お待たせいたしました。はい、はい、はい。奥女運命の人で主役の奥女を演じました陳世音さんです。どうぞ。本当お顔がちっちゃいですね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。甘髪もかわいい。陳世音さんは現在23歳。お若い。ピチ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 ねえねえわざよ、はい、そうですね。もう韓国期待の若手の俳優さんなんですね。まずですね、どんなドラマなのか、あらすじまとめてあります、VTR を見ていただくんですが、合図は陳世音さんにお願いしたいと思います。네안녕하세요옥녀역을맡은진세연입니다저희드라마기대많이해주시고요일단 VTR どうぞ。もうこう謎とか困難に立ち向かう奥女が凛としててかっこよくてね、こう気持ちいい。確かに女も憧れる女性というか、あと次から次へと謎とか事件が迫ってくるので本当に興奮もらってます。韓国での放送が終わって5ヶ月ぐらい経ちますが、今見ても胸がドキドキします。ああ自分が演技したのを恥ずかしくてまだ見られないんです。布団に隠れて見てます。全然奥女のイメージが違う。真逆です ね。私も皆さんがおっしゃったように奥女の堂々とした姿に憧れます。改めてどういった物語なんでしょうか。奥女の出生の秘密、母の死にまつわる謎を明らかにしていくことがメインのストーリーとなっています。その中で奥女が監獄という厳しい環境で生まれながらも多くの素晴らしい人々と出会い、たくましく成長していく姿を描いたドラマです。奥女は優れた記憶力を持っていて、子供の頃に教わったことや読んだ本の内容を全部覚えています。その知識を生かしてさまざまな職業に就き、たくさんの人と関わることになります。奥女の性格は明るくてはつらつとしていて前向きです。朝鮮王朝時代に生きた堂々としていて何でもこなしてしまう女性です。現代の女性たちも憧れるとても素敵な人だと思います。韓国では多くの人たち、特に20代の若い女性からとても好かれました。賢い奥女に見せるためのこの何か特別にあるんですか。まず目が違います。目から聡明さが伝わってくるんです。ですから一生懸命顎を引いてキリッと目を見開いて相手を見る練習をしました。本当に自信ある、もう凛とした女でしたよね。そうですね、私は若くて俳優としての経験が浅いのですが、そんなことには関係なく作品だけを見て評価されます。それだけに今回は大きなプレッシャーを感じましたが、監督をはじめ家族や周囲の人に支えてもらい、先輩方からも励ましていただきました。ちょっと写真を用意しました。はい、こちら、はい、変顔、ちょっと恥ずかしい。4年くらい前ですね。世音さんちょっとこう変顔とかもするんですね。はい、変顔したりして自撮りするのが好きなんです。お母さんも変顔は負けてないと思いますよ。変顔っていうのはこういうのよ。ジャパニーズミセス変顔。
このドラマを手掛けたのはイ・ビョンフン監督。日本でも人気を博したイサンやトンイなどを生み出した韓国ドラマ界の巨匠です。監督に伺いました。チン・センオさんを抜擢した理由です。우선첫째로진세현씨는아름다운외모를갖고있어요두번째로굉장히총명해요실제로총명하고세번째로굉장히선하고착한이미지를갖고있는여자예요거기다가본인이이드라마를하고싶다고자발적으로의견을냈어요그래갖고자기가얼마나이드라마에적합한지를마침만났을때막설명을했어요그래서아내가이여배우하고일을하면은한1년동안행복하겠다육체적으로는힘들어도정신적으로는굉장히행복하겠다이렇게열심히하려고하는사람하고오야야감독뭐絶賛の話でしたけどいかがですか聞いてみてとても恥ずかしいです監督にはいつも褒めていただきました監督はいつもおっしゃるんですうまくいかなかったら監督のせいうまくいったらチン・セヨンのおかげとそう言っていただいてとてもありがたかったですオーディションで監督と脚本家からいろいろと質問されました時代劇では前髪を真ん中で分けるけどできるのかと言われてその場で前髪を真ん中から分けてできますと言ってみせましたそれから奥にはアクションも必要だと言われて体力だけは自信がありますと答えました何でも質問されるたびに自信があると答えましたねそれは本当に自信あったんですかそれともちょっと大きく見せてちょっと半々だったと思います ということですね。デレデレしながら今ねえ、そうだ体温上がったような熱が伝わってきましたよ。顔赤いですよ。でも、ね、はやっぱこうなんかならず者なのに影があるで、うん、強いのに優しい。なんか女性の好きな要素が詰まってるんですよ。そうなんですよ。ここだけの話。はい、本当にかっこよさの中に影と切なさがあって、はい、今のうちに日本の大人間にときめき注意報を出しておいた方がいいです。本当にキュンキュンします撮影中は気づきませんでしたが今思えば堂々としていて強いオクニョがユンテウォンの前では弱さも見せていたんですね確かにねそうか言われてみればそうだ、ね、会ってみたいでしょ、はい、ということでお招きいたしましたユンテウォン役を演じられましたコスさんがお越しでございますどうぞいやー素敵ですねどうぞおかけくださいアンジュセヨいやかっこよすぎて今日眠れないんじゃないかというぐらい興奮しておりますすみません申し訳ございませんすみませんコスさんは1998年にデビュー数多くの映画に出演してきた人気俳優ですコスさんはテレビの長編の時代劇の経験はなくて一度出てみたいと思ってたと伺ってるんですが、はい、あ、ね、저도예전부터그사극50부작드라마를봐오던그시청자로서굉장히궁금했어요이사극50부작을하는기분이어떨까주변에서동료들은많이힘들다라고이야기를하는데저는그게어떤경험일까어떤기분일까한번되게궁금했어요그래서하게됐어요근데네해보니까힘들더라고요 아, 아이엠데스카진세온さんはもともとコスさんのファンだったと聞いたんですが私は全く夢にも思っていませんでしたまさか自分が共演できるなんてコス様と今も初
初めて知らされた時のことをはっきりと覚えています。私がマネージャーと歩きながら、相手役は誰かしらと言ったら、コスさんになるかもしれないと聞いて、本当にびっくりしました。撮影の楽しみが増えました。私も今回のドラマの前にテレビでチン・セヨンさんを見て、笑顔が素敵でとてもいい印象を持ちました。いつか共演したいと思っていました。二人じゃないですか。ユン・テヨンはどんな男性なんですか？心の内には憤りや苦悩がありますが、表面的には明るく生きようと努力している人物だと思います。そしてユン・テヨンは密かに復讐の機会を伺っています。その対象が誰なのかはドラマをご覧になれば分かると思います。最初からかっこよくて強いですよね、はいはい、なんでテオンはあんなに強いんですか？うん、なんで人同じじゃった。テオンから見て奥にはどんな人物でしょうか？ユン・テオンにとって奥にはオクニョは一目惚れです。好きになるのに理由などありませんよね。ユン・テヨンにとってオクニョは一目会った時から自分と同じような痛みを持っていて、そばでそっと見守って助けてあげたいと思う大切な存在です。コスさんがおっしゃったように、それぞれ痛みを抱えて生きている点が2人はよく似ていて、共感するものが多くあるんだと思います。それにオクニョは彼の前ではよく泣きます。ユン・テヨンはオクニョにとって支えとなる本当の味方なんです。3人もいるんですよ、はい、本当そうなんです。三者三様のいい男たちが出てくるんですよね。やきもち焼いてるシーンで笑ってらっしゃいましたけど。で、そうですね、突然どこの誰だかわからない男2人が現れたのだから自然の反応だと思います。それがユン・テヨンの魅力ではないかしら。かといって彼はオクニョの前で思っていることを素直に口にする人物ではないんですよ。私はユン・テヨンファンですね。この3人誰、3人の誰がいいかって話すのも楽しいんですよ。私はやっぱユン・テヨン派なんですけれども、ソン・ジホンの硬派な感じもいいし、うん、ミョンジョンの優しい感じもいいし、うん、だからもうときめきが止まらないです、ね、はい。ソン・ジホンとオクニョは同じ志を持ち、行動を共にする仲間になります。そして同じ仕事に就くことでさらに深い信頼関係を築いていきます。ミョンジョンに対してオクニョは王様だということを知りません。ですからありのままの彼を見て守ってあげたいという思いを強く抱きます。実際に撮影中も3人の男性にときめいたりしましたか？もちろんです。いつも撮影が楽しくて。正直に言ってね。でも正直にコスさんが一番です。韓国ドラマ奥女運命の人は BS プレミアムで4月2日日曜日夜9時スタートです。ぜひお楽しみください。今日皆さん本当ありがとうございました。ありがとうございます。コムサムニダー。